れたこの世界は終わりのない階段、その先で君は眠ってるの。過去未来そして今も希望のない階段、僕たちの時間はどこにあるの。つながるはずだった手と手はいつしか遠く引き離されたまま、時は止まったままで、ぬくもりだけ今も生きてる。月が月
少しも見えない暗い夜、何も聞こえない静寂の夜、君は言ったね、どんなに辛くて寂しい夜でもいつかは
彼らの決着をつける時が来た。ディハルト、手が怪人に来すまで。はい。私、フレア、俺たちは一体どうすればいい？教えてくれ。豊かな繁栄を見せていたラーカス王国は、富裕層に備えられた魔導法の威力を加重し、わずかな軍隊しか持っていませんでした。頼みの富裕層をリグリア帝国軍アルテミラー元帥指揮する軍隊に落とされると、圧倒的兵力を持つ帝国軍の前に王都ラーカシアを防衛する術はなかったので、そして数ヶ月を経ずして、王都ラーカシア、その他北土のほとんどを帝国に占領されるに至りました。また富裕層とラーカシア陥落が知られるや否や、近隣諸国もこぞって侵攻を開始し、副王のラフェルはバーナル、国の西方はコルシア国が手中に収めました。
今やラーカス王国内は複数国の軍隊がしのぎを削り、かつての映画は見る影もありません。浮遊城を脱出した一行は、辺境の領主である叔父のレイモンド子爵のもとへたどり着き、密かに国を取り戻すための計画を練っていました。時は流れ、半年が過ぎた頃、レイモンド子爵のもとにはかなりの兵力が集結しつつあったのです。愛がこぼれる手のひら、かすめるように揺れる想いを隠して飛び立つ。
雨上がりの窓キラリ、前向いて横向いて始まるかも次の未来。誰の話、君の話、知らないわけないよ。噂になる溶けてる心、アイスのごとく。突然でしょ、感動でしょ、同じ味は飽きちゃう。たまに食べる方がいい、退屈は嫌よ。今日は冒険気分ね、さっき教えてくれた内緒の場所で見に行きたい。私たちだけ密かに楽しみたいの、ごめんね。おしゃべりしすぎて吐けみたい、急いで坂道登る。短いわ乙女時間、無駄にしてる暇ない。挨拶して呼べ吐けんどい。雨上がりの窓キラリ、前向いて横向いて始まるのは次の未来。Thank you.
飛び立つ戦士たち輝ける乙女。